皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはバンカー絶対脱出ということでですね、やっていきたいと思います。1本目アドレスグリップについて、そして2本目スイングについて、そして3本目低い球高い球の内訳についてということでですね、今回は傾斜なんですけども、まだですね前回の動画見られていない方はぜひそちらもご覧ください。はい、今回はちょっとですね傾斜、左足下がりの傾斜、そして左足上がりの傾斜についてレッスンをしていきます。実際に左足上がりの傾斜というのはですね、結構、土手の付近ですと左足上がりの傾斜になっていて、そういう場面多いと思いますが、左足下がりというのはですね、なかなかあまりバンカーショットではあまりないかもしれません。実際に左足下がりのバンカーショットというのはですね、非常に難しいので、今回ですねちょっとレッスンさせていただきますので、頭の片隅にどうやって打つのかというだけでもですね、入れておいていただけたらいいと思いますので、お願いします。はい、左足下がりのバンカーショット、まずやっていきます。左足下がりのバンカーショットは、通常通りアドレスをバンカーショットを作っていただき、まずですね傾斜に対して少し傾いていきます。自分自身も傾いていきます。ボールよりも右サイドが高くなっていますので、クラブが入るスペースというのが限りなく少なくなっています。土手がですね上がっているので、どうしても手前手前に入ってしまってダフるケースが多いです。でそれを嫌がってすくうような形になって、こうトップしてしまうっていったケースもよくあります。なのでこの傾斜に対して、ある程度クラブがこう入っていくスペースが作れるようにアドレスを調整して傾きを調整していきます。傾斜に対して肩のラインを合わせていくぐらいの感覚で OK です。傾斜に対して肩のラインを合わせていく、極端にですね合わせようとしてしまうと、またこれも難しくなるので、ある程度の傾斜で合わせていくような形でお願いします。こんな形です。でボールのポジションはあまり右側に置いてしまうと、ボールをふわっと上げていくのは難しくなるので、こういった場面ですね、まだ左足下がりというのはバンカーの距離がまだちょっとあります。そしてグリーンまでもちょっとあって、高い土手を越えなきゃいけない、少し高さも出さなきゃいけなくて距離も出さなきゃいけないっていう場面はですね、ちょっとボールを左側に置いていきます。ただ傾斜がむちゃくちゃ強い場面だったりとかすると、どうしてもボールを上げるのは難しくなってきますので、その辺のリスク回避ですね、もう本当に反対に出すとか、そういうことも考えて、プレーしてみてください。まあ、今回このぐらいの傾斜ですね、このぐらいの傾斜は、まあ、実際映像だと見にくいんですけど、これぐらい傾斜しているのかな、このぐらいの傾斜、まあ、そんなに問題なくボールも上げることができますし、距離も出すことができますので、説明をしていきます。ボールの位置はセンターよりも左側、そして肩の傾き作っていく、でこの状態でアドレス、少しレイトハンドではなくて少しハンドファーストになっていきます。こういった形になっていきます。でアドレスを作っていきます。でここからクラブが入ってくるライン、そして落とすラインっていうのをしっかりと明確に作っていきます。体重は左側に少しかかっていき、このような形ですね、ここから入るよというイメージをしっかりと作っていきます。でこのまま肩の傾きを変えずにバックスイングして振り抜いていきます。もちろん傾斜なりに振っていくので、落としたポジションに対して低く長く出していくイメージで振るのが大切になっていきます。落ちたらすぐ上げてしまってはこれはボールは出ませんので、低く長く出していくっていうのがポイントになってきます。それでは打ってみます。はい、このようにですね、上から入るポジションを確認する、そしてクラブを入れたら低く出していくといったイメージです。左足下がりの傾斜は練習をしてみてください。実際にボールを上げようとすると絶対的にここに当たってしまいますので、ダフリになって出ません。跳ね返って歯に当たってゴロゴロってなってしまいますので、こういう傾斜を作ったら上から落として低いラインに振る、これを徹底して練習していきます。はい、この傾斜に対してアドレスを作っていき、もう一度打ってみたいと思います。クラブが入るスペース確認していきます。土手に当たらない、この辺の高さに当たらないように意識をして、コックをしっかりと作って上から打っていきます。
はい、このような形でですね、上からドンと落として低く出す、これをですね、しっかりと覚えておいてください。傾斜に対して肩のラインを合わせる、これもですね、覚えておいてください。はい、続いて左足上がりの傾斜ですね。先ほど左足下がりの傾斜説明させていただきましたが、今回は左足上がり、こういった場面はですね、結構バンカーショットでは多い場面になります。土手に近くて、そして左足が上がっている状態です。実際にこういう場面で気をつけなきゃいけないのは、フォローをしっかりと出せないということですね。打った後にこの土手があるので、ちょっとフォローが出しにくくなってきます。気になってしまって、なのでインパクトでしっかりとボールを飛ばすって形、そして土手に当たらないようにこう肘を引くような動きっていうのを入れていく必要があります。まあ、実際止めるような形で OK です。それではですね、説明をしていきます。ボールのポジションは、通常通りセンターよりやや左にボールを置いていきます。スタンスの幅も通常のバンカーショットですね。で OK です。この振り方に関してもですね、基本的に左足上がりの傾斜に関してはあまり大きく変えるところがないんですが、傾斜に対してある程度ちょっと傾きを自分の中で作っていきます。スイングのこの地面の傾斜に対して肩のライン、そうするとスイングの軸がこの地面に対して垂直になってくるので、若干傾きを作るような意識で構えていきます。こういう形です。ここから一度打ってみますけども、90度入れて落とす。もうインパクトでですね、止めるぐらいの感覚です。バンと打ったら止める感覚、もしもっと近ければ左肘をスッとこう引いちゃうような形で打っていっても OK なんですけども、これは難しいので、もうダンと止めちゃうぐらいで練習をしてみてください。ここで振り抜く、抜けないので、こういう形で OK です。でも距離が欲しい場合に関しては、少し振り抜くイメージで、もうここにぶつかってもしょうがないと思いながら振り抜いてみてください。はい、振り抜けるスペースがあればですけども、あまり怖がってしまうと緩んでしまいますので、インパクトまでのパワーはしっかりとバンと伝えるっていうのは頭に入れておくってことが大切になってきます。なるべくですね、左足上がりで気をつけないといけないのは、左の膝の角度が伸び上がりやすかったりしますので、ここの角度に関してはなるべくその高さをキープするということを意識していきます。ここの状態でヘッドアップが早かったりとかですね、体が浮いてしまう形にはなりますので、このあたり気をつけながら重心位置は下げている状態でドンと打つ、これをですね、しっかりと練習をしてみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。